どんどん経済が縮小していく。経済が縮小すると先ほどの公式に基づいて、歴史に学ぼうとしない日本政府ってバカなのかなって思っちゃうんですよね。誤った情報に基づいて誤った判断をすればどんなに優れていても大変なことになってますけど、この国がそんな状態だと思うんですね。で、過去歴史見ると日本はそれやっちゃってるんですね。誤った情報に基づいて対米開戦を決断したこの内閣末期が日本をとんでもない混乱に陥れて、結果的には一度国を滅ぼしちゃってとんでもない決断しちゃったんですよ。誤った情報に基づいて政策を決定しちゃダメってことは歴史が証明してますと。財政危機でやばいって言ってる人いるんですけど、経緯ある意見を少し引用しますね。まず一つ目、日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。債務不履行は考えられない。日本国債は現在 95% が国内で確定金利で消化されている。二つ目、近年自国通貨建ての国債がデフォルト、つまり債務不履行した新興市場国とは異なり、日本は変動相場制の下で強固な対外バランスもあって、国内金融政策の自由度ははるかに大きい。それ以外は長くなるので省略しますね。このようにその権威のある方が言ってますと。じゃあこの権威のある人って誰って言うと、財務省ですと。財務省の人が日本は財政危機ではないというふうに過去を言ってるんですね。この時と今と経済状況って変わったのか変わっていないのか確認しますね。まず日本は変動相場制から固定相場制に移ったんですかね。日本はまだ変動相場制ですよね。それから外貨準備とか国内で 95% 消化されている国債の消化状況とか、何も経済状況変わってないです。ということは、この財務省の非常に権威ある財政危機ではないという見解は正解ってことになります。仮に財政危機だとして、消費税の増税が本当にその財政危機を救うのか、つまり消費税の増税で税収が増えるのってことを検証していきますね。まず税収っていうのは、税収名目 GDP× 税率 ×税収男性値、この式で算出されます。問題は消費税増税することでこの名目 GDP が1円も減らないのかということです。消費税増税して税率上げていることで名目 GDP が減ってしまったら、この式見て分かる通り税収は減ってしまうんですね。そのことを今から明らかにしていきますね。そのためには過去の歴史が参考になりますと。最初に言ったこの内閣末期のような間違った判断で政策を決定すると、国は本当に滅んじゃうってことです。税収の源は名目 GDP であるってことなんですけど、経済の専門家が政策を判断する場合に、統計的にその2つの数値がどれぐらい関係が強いかということを表すものに相関係数ってあると思うんですけど、相関係数が 0.3 以下の場合はほとんどその2つの数値には関係ないってことを言えるんですね。もし税収と税率の間に相関関係があるならそれはいいですけど、圧倒的に税収は名目 GDP と相関性があります。これは日本だけじゃなくて大国の例を見ても同じですと。税率を考えるよりも名目 GDP を考えた方が税収を増やすためには効果があるということをこのグラフが示しています。日本がなぜ税収が悪化しているかっていうと、これはデフレが原因なんですね。デフレが進行すると企業は売上が減って利益が減って給料も払えなくなってどんどん所得が減る。所得が減ると人々はますますお金を使わなくなって、そしてどんどん経済が縮小していく。経済が縮小するとさっきの公式に基づいて名目 GDP が減少します。名目 GDP が減れば税率を上げようが税率を変えなかったら当然なんですけど、税率を上げても税収は減ります。それはこのグラフを見れば明らかです。じゃあなぜ今日本がデフレなのかってことなんですけど、デフレっていうのは特定の商品の価格ではなくて世の中全体のものの値段なんですけど、その値段が連続して下がることですと。例えばユニクロとか100円ショップがたくさん増えたからデフレになったとか、そういうことでは全く説明できないんですよ。デフレっていうのは貨幣量が不足することによって発生する貨幣現象ですと。だから日銀がお金をすらないからデフレになってるんですね。他の国がリーマンショックの時に2倍3倍とお金の量を市場に供給したのに対して、日銀はほとんど何もしてなかったんですね。この状況が続く限り、いくら税率を上げたところで税収は増えないですよね。財政支出を増やせば
マンデルフレミング効果というのが働いて、結局金利が上がって円高になって、すべての効果は海外に逃げていっちゃいます。こういうことを言うと、日本は人口が減っているからデフレなんだよって、頭の悪い人がいるんですけど、人口減少デフレ説は完全なデタラメです。何の根拠もないです。こちらに IMF が定義する先進国の人口増加率と物価上昇率をプロットしたデータあります。何の相関性もありません。R2 というところを見てもらっていいですか。ほとんどランダムですね。これが 0.6 以上なければ相関があるとは言えないですね。人口増加とデフレの間には何の関係もないのに、他国日本銀行は人口が減っているからデフレになっていますっていうデタラメな例等と発表しちゃったんですね。最後に金利が上がって財政破綻をするとか言う人いるんですけど、これも根拠ないですね。名目成長率が 4% 以上になると、通常長期金利よりも成長率の方が高くなるんで、基本的には日本の財政は健全化します。これ実は戦前高橋コレ企業が行った金融財政政策の中で、彼らは新たに発行した国債を日銀に買わさせて、それで財政政策やったんですね。こんなことやったら金利が上がって大変だってみんなんですけど、実際に金利が上がったかというと、全く上がりませんでした。3年半ぐらい長期金利はずっと横ばいの状態で、その後急激に上がることもありませんでした。その後日本経済がおかしくなるのは、226事件が起こって、高橋コレ企業が暗殺されて、馬場栄一という国賊級の大蔵大臣が死ぬほどお金を吸って増税して軍備拡張したわけですね。この金で戦争してこいてやったわけですと。これはまさに近衛内閣末期です。これと同じことが今。防衛増税という誤った対米開戦と同じような決断によって行われようとしている通りだと懸念してます。ということで、税収が増えるならぜひ消費税を上げてください。ところが今、日本銀行という大変問題のある団体がデフレを続けていることによって、税率を上げても税収は増えません。増税したいのであれば、デフレ政策を改めて、きちんと 2% から 4% 程度のマイルドなインフレに持っていく。そういう状態にして、景気がものすごく良くなって、このままじゃ過熱して大変だとなったら増税がいいと思います。もしよかったら、登録しちゃってください。